はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは本日のキャッシュレスニュースをお伝えしていこうと思うんですけども、今回は大きく分けて2つございます。まずは1つ目のサムネにも書いてある、まずはイオンでペイペイが使えるということなんですけども、こちらマイナビニュースをピックアップしてきました。題名がこちら、ペイペイ関東山梨県32店舗のイオンで利用可能にということで、まあ、少し小さいんですが文章を書いてるんですけども、ペイペイは4月16日スマートフォン決済サービス、ペイペイを4月17日に関東山梨県の32店舗のイオンに導入すると発表した。イオンにおいて国内 QR コード決済サービスを導入したのはペイペイが初めてということですね。で、今回対象となる店舗が茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、今記載されているこちらの店舗で開始されるということですね。で、こちらのレジでペイペイご利用いただけますというようななんかマークがあるので、そこで使えるので、まあ、それぞれ行った時に確認していただければなと思います。で、ちなみにこのサービスなんですけども、まあ、さっきのところにも記載あったんですが、一応4月の17日から開始ということで、一応PayPay の残高及び Yahoo マネーから支払った場合は支払い額の 20%、そして、クレジットカードでお支払いした場合は支払い額の 10% の PayPay ボーナスが付与されるということですね。で、今回はこの分に関しての注意点としたら、その PayPay のマークがある対象レジでのペイペイ決済のみが対象となるので、ここだけ気をつけてくださいということですね。まあ、なので、まあ、ペイペイのすべてのお店、失礼しました、ペイペイではなくて、そのイオンの中のお店全部で使えるわけではなくて、ここならペイペイで使えますよというのは何かこうマークみたいなものがあるので、まあ、一応確認す、お買い物するときに店員さんに確認していただくのもいいですし、そのマークがあればそこでお買い物できますというようなことになると思います。で、これを見て僕が思ったことは、結構このイオンってなかなか結構地方では大きなショッピングモールとして結構使う人すごい多いと思うんですよ。もう結構僕も使ってたんですけども、そこで僕が個人として嬉しいなと思ったのが、結構そのイオンのスーパーとかで、まあ、食材とかを買った時にペイペイを使えるっていうのは結構珍しいパターンじゃないのかなと思います。で、というのも結構スーパーでペイペイが使えるところってまだまだ普及段階にはあると思うので、これは日常の何かこう主婦をされている方とかであればかなり助かるものではないのかなと思います。なので、まあ一応例にもあったんですけど、ペイペイなら5000円買い物で最大1000円戻ってくるということもあったりするので、なのでこれは僕的には僕個人としたらこういう方は結構嬉しいなと思います。ちなみに大体こういった店舗が最初しか使えないんですけど、どんどん普及してくる可能性もあるので、そこも楽しみかなとは思います。で、今回ニュースのもう2つ目なんですけども、こちら、セブンイレブンとメルカリのこちらのメルカリでお得なクーポンゲットということで、メルペイのキャンペーンがまた始まったんですよね。前回はおにぎりの11円だったんですけども、今回は200円以下のフランク、焼き鳥含む揚げ物が11円で買えるクーポンが配信中ということで、4月の15日から4月の25日まで、で、もうすでに始まってるので、これはかなりまた得だなと思います。まあ、写真の少年のようにまた太ってしまうこともあるかと思うんですけど、たまにはいいかと思います。で、まあ、先ほども伝えたように、前回僕がおにぎり11円の、メルペイのお得に使う買い物編ということで、まあ、実際に使った動画を出してるので、まあ、そこを後で概要欄に貼っておくので、まあ、確認してください。そこで使い方など載せてるので、まあ、参考にしていただければなと思います。今回はそれが揚げ物が11円になりましたよということですね。いや、これは結構得ですね、本当。初めてちょっとメルペイを使えるってなった時に、まあそういったきっかけがあれば結構使いやすいかなと思います。こういったクーポンというのは特に。で、そしてなんとですね、ここの、メルカリでお得なクーポンゲットっていう書いてたところのすぐ下に、第3弾予告がもうすでに出てるんですよ。なんと4月16日10時開始ということで、200円以下の税込みのセブンカフェが11円で買えるクーポンを配信ということで、うわー、これ先にまたキャンペーンを言ってるっていうのはちょっとなんか、いやらしいところではありますね。しかも、結構このセブンカフェのコーヒーって美味しいじゃないですか。で、まあやっぱ揚げ物は買わないし、おにぎりは買わないけど、コーヒーは飲むっていう人は、このクーポンまた得なのではないのかなと思います。僕も結構使ったりするので、なので、
いやこれはかなり得だなと思います。なので、まあ、ここは4月10 26日からということなので、また10日後ぐらいが楽しみかなと思います。いや今回はあのクーポンとかあのイオンで使えるようになったというちょっとお得な情報をお伝えしました。はい、ということで今回もちょっと駆け足でお伝えをさせていただきましたので、まあこのチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、そしてグッドボタン、あとはツイッターもやってますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。